会場となった国立競技場1958年アジア競技大会は1958年に日本の東京都で開催された第3回アジア競技大会大会スローガンは Ever on World 今回の大会では1964年に行われる夏季オリンピックの東京招致を目指し開催された大会に先駆け 国際オリンピック委員会総会が行われ、開会式で1896年の第1回アテネオリンピックで演奏されたオリンピック参加が62年の時を経て復元され、演奏された。その翌年の IOC 総会で東京オリンピック開催が決定された。ちなみにその年は第14回国民体育大会が東京都で開催された。また、この大会から 初めて聖火リレーを実施し、この時の聖火はフィリピンのマニラで点火されたものであった。聖火リレー最終奏者は小田三夫が務めた。閉会式では式典部長の松沢一角により、光を使って別れの雰囲気を醸し出す演出が取り入れられた。この演出は国際オリンピック委員会委員を驚かせ、1960年、 ローマオリンピックの閉会式でも模倣された。なお国立霞ヶ丘競技場陸上競技場はこの大会に合わせて旧明治神宮外苑競技場を解体し建造されている。大会は成功裏に終わったものの入場券が予定数以上発売されてしまったために入場券購入者が観戦できなかったというハプニングが各会場で起こったという大会中 中華民国の国旗を逆さまに形容するというミスが発生した。アジア大会開催を記念して、郵政省が1958年5月24日に記念切手4種類を発行している。額面は当時の国内及び国際郵便のハガキと封書の基本料金であるため、額面はそれぞれ異なる。ありがとうございます。